人の選択。どうも、篠原です。今回ですね、志望校の選び方浪人前半編ということで、志望校の選び方を浪人生に向けて話したいと思います。俺もね、1年間浪人しました。で、まあ京大受かったんでよかったんですけど、まあこれはね、京大受かりました、めでたしめでたしですよ。受からなかった残念残念も浪人はもちろんあるし、まあぶっちゃけ予備校はあんま言わないと思うけど、そういうやつらの方が多いからね。で、まあそういうやつらならないためにね、勝ち残るためにじゃあ何をしないといけないのかという話をします。まず、もし判定出たでしょ、多分ね、めちゃめちゃいい判定が出たと思うんです。現役の時はまあ取れても C 班とか、まあ E 班 D 班が当たり前だと思う。おい、いきなり AB 出たぜみたいな感じで取れたと思うんだけど、調子に乗るなと。それは高3の現役がまだまだ育ってないからなんですね。わかるでしょ、去年のちょうど今の1年前思い浮かべてみてください。もう本当にまあバカだったでしょ、もうアホやったじゃないですか、っていう状態から、1年経った今ですね、まあ多少なりとも成績上がってるわけだから、それは判定出ますよね。で、こいつら調子乗ってるやつは、まあ、間違いなく落ちます。で、ここは、まあ、判定が良かったのは良かったでいいんだけれども、そこで図に乗らずに、いやいやと、まあ、現役はこれから育ってくるんだから俺も頑張らなくちゃと思って、まあ、さらにね、気合い入れてほしいなと思います。で、この模試の判定なんですが、まあね、去年受けたみんなには分かると思うんだけれども、まあ、そんなにめっちゃ判定が当てになるかというと微妙で、まあ正直 A 判定取ったけど落ちたとか、B 判定とか D 判定だけで受かったとか、まあ俺も、早稲田の整形ね、E 判定だけど1ヶ月で逆転合格したんですよ、みたいなところがあって、このね、判定がいいからどうっていうのじゃなくて、やっぱり過去問です。過去問で、合格者最低と比べて、まあそこそこ取れてると。あ、合格者最低が例えばまあ、500点だったら、まあ450ぐらいいってると。で、あと50こういうとこ気をつけたりとか、こういう対策したらあいけんじゃねみたいなのが見える状態にするのが大事で、模試の判定はあくまで判断材料の一つ、参考文献の一つであって、これに縛られたり調子に乗ったり踊らされたりしちゃダメです。調子に乗んなということですね。はい。で、この8月の過去問でそこそこ取れるようになるっていうことなんだけど、じゃあどこの過去問をやるのか、その志望校をどうするべきかなんだけど、まあまずね、浪人してでも行きたいと思った本命校があるでしょ。この本命校は、まあ、最後まで譲っちゃいけないと俺は思います。少なくともこの浪人の前半で本当は東大行きたいけど諦めようかなとか、そういうこと思っちゃダメですね。この本命校はきっちり本命校として受け止めていただいて、で、もう一個いけるっていうところ、まあ、ここだったら受かりそうかなっていうところは、滑り止めの第二志望としてきっちりロックしておいてほしいんですね。で、これ現役の時と真逆のこと言ってます。高3の前半の動画では何て言ってるかっていうと、第一志望あんま考えんなと、浪人はどうしてもダメっていうんだったら視野に入れてもいいと思うけど、基本的にはこっち中心で考えろっていう話をしています。それでモチベが上がるからなんだけれども、まあ俺もね、浪人したから分かるんだけど、浪人って金かかるんですよ。で、人生における大学人生におけるその、まあ言ったら青春の1年2年の貴重な時期をたかだか大学入試っていうものに使うっていう、時間の使い方として、まあコスパが悪いとは言わないんだけれども、もったいないかもったいなくないかというと2年かけるほどではないんですよね。って考えた時に、やっぱね、二浪はちょっとね長いと思うんだよね。で、ブルブルとそのまま浪人していくケースもよく見るんで、志望校をもちろんね、難しいところ志望するのはいいんだけれども、ただやっぱね、一浪だと思うんです。俺は一浪はいいと思う。でも二浪三浪は俺はやっちゃダメなんじゃないかなって思ってるんです、基本的にはね。まあ三浪になるとちょっと長すぎだと俺は思うんだってなった時に、やっぱりね、一浪でとどめたいってなったら、この滑り止めをきっちり設定して、まあ、どんなことがあってもここには必ず受かるということを、まあある意味自分の中のセーフティーにしておくべきなんですよ、っていうのが俺の意見です。まあもちろんね、いやいや俺は二浪してでも東大行くんだ、まあそういう考え方はもちろんあるだろうね。俺は絶対医学部行くんだね、医者になったらもちろん浪人の100万200万なんでポンと返せますよ。なんだけれども、やっぱりね、その医者になるだったらなるで、その1年でも早く医者になった方が、1年間現役の医者として働けて、1年間たくさんの人の命を救えるわけじゃないですか。そっちの方が俺は大事だと思うんだよね。で、志望校、ね、難しいところ選ぶのはいいし、もちろん第一志望本命、浪人してでも行きたいと思った。そこは、やっぱり、
譲るべきじゃないなんだけれども、まあこっちもちゃんと固めとくべきです、こっちもフィックスにしておくべきというのが俺の浪人経験者としての意見です。まあなぜねここまで言うかっていうと、あの太郎生を見てきたからね。俺は何年も浪人してるやつっていうのを見てきて、まあしょうもない結果に、なってたんですよやっぱりね。で金だけ予備校に、まあ予備校はね金づるですからね、まあいいんですけど、まあその子の人生を考えた時に、まあこれが幸せか幸せじゃないかで幸せじゃないだろうなっていうのをまあ目の当たりにしてたわけなんだよね。っていうのを見て、まあやっぱり浪人ってそんなにずっとするもんじゃないぞというのがまあ俺の率直な意見です。はい、ということで志望校の選び方浪人前半編でした。太郎を避けるためにこれだけはやってほしい。今回のはこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。